ウルトラレアだ。何が当たったかな。相手に握手を申し込む。何ですかこれ。断られたら私のメンタルにダメージですか。まあいいな、デュエルだデュエル。楽しもうね。まずは私の番からだよ。モンスターを1枚と魔法トラップを2枚、どれも裏側でセットしてターンエンド。私のターン。手札にレベルの高いモンスターが多い。高レベルは条件が合わないと場に出せないから、初めに引くと手札が圧迫されちゃうね。モンスターは1伏せでおしまいだよ。いや、お互い動きがおとなしいや、実に初期デッキっぽいね。私もここは何もせずに終了するよ。逆に怖い。まあ何事もなく私のターンが来たとも言えるね。それじゃあ私から動いていくよ。まずは身を守るために罠をセット。次に前のターンに伏せていたモンスター、人食い節を表側に。この子は表になった時モンスターを1枚破壊できるの。あ、そして人食い節からバトンタッチ。私の頼れるパートナー、絶対防御将軍の召喚。防御力が2500もあるよ。私は将軍に対して罠を発動。傲慢車輪って、SM のおもちゃだ。将軍はおもちゃで遊ぶことに夢中になって何もできなくなるよ。そしてその姿にショックを受けたリッカちゃんは、私のターンごとに500のダメージを受けるの。ぐぬぬ、もう1枚だけ伏せてターンエンド。はあ、絶対防御将軍。私のメンタルに500のダメージ。防御力が高いのもド M だからかもね。私はこのターン魔法トラップを1枚伏せてリッカちゃんに回すよ。強力なカードを引いた。でも使いどころはここじゃない。モンスターを伏せてターンエンドするね。将軍様はおもちゃに夢中。私もちょっと手札が事故ってるかな。何もしないでターンエンド。よし、私の番だ。将軍はもう使い物にならない。ならば場に残しておく必要もない。私はモンスター2体とバトンタッチすることで切り札を召喚するよ。ピュアなハートは強さの証、愛を届けにただいま参上。ときめいてタイラントドラゴン。工場とモンスターのイメージ合ってなさすぎでしょ。この子に対するトラップカードは無効化される。安心して攻められるね。ターンエンド。一気に2900ダメージもらっちゃった。タイラントドラゴンって魔法なら効くんでしょ。そうだよ、ブラックホール。私の切り札。短い出番だったね。セリフ頑張って考えたのに。でもおかげでライフポイントは有利に立てた。続けて攻め込みたいところ。手札からズンダの精霊だ。ウォーの召喚。頑張るのだ。落とし穴。さようならなのだ。出た瞬間いなくなった。ターンエンド。そう、なかなかうまくいかない。えへへ、ごめんね。お、いいカードが引けた。今度は私が攻める番かな。死者蘇生。すでにフィールドを去ったモンスターを蘇らせるよ。目覚めて絶対防御将軍。ド M の変態将軍はどっか行け。アイテムから除外された。将軍様踏んだり蹴ったりだね。元をたどればズンちゃんから始まったぞ。じゃあ私は今度は普通にモンスターを召喚。攻撃力1900だよ。ふふ、昔の世代だと結構強い。これでライフポイントが並んだ。まだまだこれからだ。まあいいさ。相手の攻撃力は1900。私の手札には防御力2100の子がいるの。守ってね、インパチ。ここで守備表示。私のモンスターにかなう子はいないと見た。さあ攻撃してきなさい。そのワンちゃんじゃ私の木炭は突破できないわ。念のためにもっと強い子に交代しよう。うわー、エメラルドドラゴンだ。攻撃力2400で攻撃。ああ、大木炭インパチ。私のターンはおしまい。どうしよう、相手の場には2400のモンスター。放置するわけにはいかないよね。幸い手札にはオークがいる。レベル6のモンスターは本来場に出ている子1体とのバトンタッチが必要だけど、オークはその条件を無視して召喚できる。今は目の前の脅威を退けよう。私はライトニングギア、オークを召喚。
持ってけ泥棒、突進で攻撃力アップ、エメラルドドラゴンに攻撃、ドロップ発動、オーカを攻撃前に破壊するよ。できることがなくなりましたわ。私のデッキこういうドロップたくさん入ってるからね、危ない行動は未然に防がせてもらうよ。私が懐かしのモンスターでデッキを組んだのに対してスンちゃん結構ガチできた。私あいつとかこいつとか入れてる場合じゃなかったよ。ついに手札もなくなった。今伏せたカードがちょっと怖いけど、せっかくのチャンス、どんどん行くよ。苔脅しで魔法トラップ仕掛けてみたけど、止まってはくれないよね。ここで何かいいカードが引けなければ負ける。お願い、誰か私を守って。私はモンスターを守備表示にして、ターンエンド。私のモンスターが倒せないようじゃ、何を出しても意味がないよ。エメラルドドラゴンで、その裏側守備表示の子に攻撃。倒せない。翻弄するエルフの剣士。戦った相手の攻撃力が1900以上なら倒されることはないの。この子で状況が打開できるカードを引くまでの時間を稼がせてもらうよ。まさかこの土壇場でそのカードを引くとはね。ズンちゃんがトラップカードで身を守るなら、私はモンスターに守ってもらう。もちろんモンスターだけじゃないけどね。でも依然リッカちゃんの手札は0枚。私が有利に変わりはない。私もエルフの剣士が倒せるカードを引くまで、のんびり待つことにするよ。ほう、なかなか面白いカードを引いた。エルフの剣士はエメラルドドラゴンに倒されないだけで、ズンちゃんが他のモンスターを出せばやられる可能性がある。身を守るトラップはさっき仕掛けたけど、念のため、今引いたモンスターも場に出しておこう。倒されないモンスターがいるのに新しいモンスターを出した。攻撃を誘われてる気がするけど、勘繰りすぎると動けなくなる。新しく出されたモンスターに攻撃するよ。トラップカード発動。相手の攻撃表示モンスターを破壊。あー、ついにやられちゃった。今のトラップカード、本当は取っておきたかったけど、ひとまず危機を脱したかな。シールドクラッシュだ。裏表問わず守備表示のモンスターを破壊できる。これが成功したらエルフの剣士で攻めるのもいいかもね。倒せない。私のモンスターはビッグシールドガードの裏側だった。この子が魔法カードの対象に選ばれてもその魔法の効果は受けないの。ピンポイントで防がれた。しかも防御力が2600もある。手札もないし文字通り手の出しようがないや。さて、どっちがいいカードを引くか、競争だね。いや、トラップデッキのズンちゃんのことだ。すでに伏せてある魔法トラップの中に、何があってもおかしくない。可能な限り守りは固めていたいね。サファイアドラゴン召喚。そのまま裏側守備表示の子にアタックだ。攻撃されたマジックランプの効果を発動。今の攻撃の対象を、私じゃなくズンちゃんのモンスターに切り替え。うわぁ、どうし打ちさせられた。仕方ない、このターンはおしまいだよ。なんとか防いでは来てるけど、どの手もその場しのぎにしかなってない。切り札のタイラントドラゴンも失った。とにかく今を耐えろ。何か変なことが起こるかもしれない。さあ、どんどん攻撃だ。ペンギンソルジャーの効果発動。せんやで。モンスターを2体まで持ち主の手札に戻す。粘るね。ずーっと厳しい。あ、そうだ、イタコちゃんのモフモフの話しない。現実逃避始めないで。私は改めて攻撃力1900のモンスターを召喚。エルフじゃない方に攻撃。精神寄生体。攻撃してきたモンスターに張り付いて、ズンちゃんのターンごとに私のライフが張り付いた相手の攻撃力の半分回復するよ。まとわりつかれたブラッドボルスは攻撃力1900。その半分の950ずつ、どんどん回復されちゃうのか。厄介だね。実際ここまで攻撃力1900で固められると、私には冗談抜きであいつこいつしかいない。ズンちゃんのデッキを見誤った。
デュエルするからには手は抜かない。異次元の戦士を召喚。この子は自分と戦った相手のモンスター両方をゲームから除外する。うわぁ、エルフの剣士は破壊されないだけで除外に対して無力。ひとまずそっちの子からのダメージはゼロにさせてもらうよ。私のデッキに攻撃力1900なんて入ってない。戦闘で勝てない以上魔法かトラップで倒さないと。手札抹殺。お互いに手札をすべて捨てて、その捨てた枚数だけ山札からカードを引く。そしてこの瞬間、私とリッカちゃん両方の捨て札の枚数が15枚を超えた。トラップカード剣士と冥界の逆転を発動。このカードの使用によって私は1000ライフポイントを失い、お互いの山札は捨て札と入れ替わる。え、じゃあ倒された大木炭ニンパチやタイラントドラゴンは山札として蘇ったね。なんだか面白そうなカードだから使ってみた。あ、そうなんだ。でもこれはチャンス。捨て札と山札が入れ替わったってことは、オークやペンギンソルジャーも復活してる。うまくいけばまだまだ十分逆転できる。このターンの攻撃は甘んじて受けよう。いけいけ、リッカちゃんに攻撃だわ。私のライフはあと900。次を防げないと終わる。何か来い。いいんじゃない、あとはモンスターが来てほしいな。さあ、ズンちゃんのターンだよ。その前にこれを発動しておくね。神の恵み。私はドラーするたびライフを500回復だよ。なんの、こっちだって生体がいる。回復さえなければ勝負ついてるのに。モンスターを裏側でセット。マニモンスターが4体以上の時、表側の子を破壊。うわー、モンスターカード来い。来ない。死者蘇生で捨て札からモンスターを召喚。アタック。ミラーフォースでモンスターを破壊。うわー、モンスターカード来い。来ない。いっ、アタック。私が勝つ流れじゃないんかい。甘くなかったね。次頑張るもん。